しましてですね、私の友達の一人が6年間受けた被害があるんですけども、モビングというですね、ノイズキャンペーンとか言われてますけども、毎日そばに来た人間が咳払いをしたり鼻をすすったり音を立てるんです。それが1日に60人とかで、私それを聞いた時にはちょっとこれ変なこと言ってるな、精神的に障害があるんじゃないかと。それがやる側の狙いなんですね。証拠がないで言ってることがどうも病気ではないかというふうに思われてしまう。ところがそれは周到に仕組まれたいじめ嫌がらせの手口なんです。でかえって被害者が精神病にさせられるような、それはもうノイズキャンペーンといういじめの手口としてあるそうです。非常に悪質です。それ6年間やられました。でそういうことに参加する人たちがいるわけですよ、会社の中に。でそういう会社がどうなるかというと、結局は沖電機はもう経営が悪化しましてですね、資産を半減しまして、私がいた八王子工場は分社化されて、京都のロームという会社にほとんど株の 95% を売ってしまいました。で、映画の中で私の映画の私の塾の看板が出てましたけども、沖電機の周り、広大な敷地の周り、たくさん沖電機の看板があったんですけども、それ全部なくなっちゃいまして、残ってるのは私の看板だけという状況になっています。なんか象徴的だというふうに思いますけども、大体そういういじめとかやってて、やってる側の精神状態だってよくないわけです。でその子会社になってオキセミコンダクタという名前の企業に変わって、その集団ストーカー行為というのを呼んでるんですけども、それを仕組んだ我々よりちょっと若いやつが社長やってたんですけど、それが去年の5月に自殺しましたね。ろくなことないわけです。全体主義というのは、ろくなことない。さっきの日の丸君屋の強制でも、そこで言ってる国を愛そうじゃないかっていうふうに言えばいいんだけども、本当は愛国心といっても、その裏にあるのは憎しみですよね。あや北朝鮮はけしからん、中国はけしからん、関係ないじゃないですかね、そういうこと。もうそういうものを出しながら、お上の言うことに黙って従え。でその先にあるのは一体何ですか。みんなで仲良くしようじゃないか、友愛ではないですよね。戦争です。焼け野原と死人の山、そんなことを画策する者が愛国者であるはずがない。そういうやつこそ私は非国民だろうというふうに思います。今はやってませんけど、しばらくこの日の丸君が問題で右翼の親玉を呼んで、東京都知事、東京都の議員の中でも相当右の連中を呼んでディスカッションやってました。そういう時に作った歌です。そのディスカッション、議論の内容はインターネットのホームページに載ってますから、関心のある人は見てください。憎しみの裏返しを愛国心と呼ぶ人がいた。母なるさんなは戦争を求めはしないのに、優しい人も殺された、優しい人に殺された。この国が好きですか、世界の人が好きですか。祖国の過ちを歴史の中に見つめることは、他国の過ちに目をつぶることではない。悲しい思いを愛する誰にもさせない、ね、この国が好きですか、世界の人が好きですか。他の国と争ったり威張ったり憎んだり、自分の国だけ正しいと思い込むのではなく、抑圧や貧しさと
世界の人が好きですか？同じ旗と歌で進めば戦争も正しく見える。間違っていると叫ぶ人は殺されたこともあった。恐怖が正義の顔をする。そんな時代にしないために、この国が好きですか？世界の人が好きですか？些細に見える理不尽がいつか世界を燃やしてしまう。あなたの暮らしと戦いが子供たちの未来を守る。小さな勇気を持ち寄って世界の人に届けよう。この国が好きだから、世界の人が好きだから、この国が好きだから、世界の人が好きだから。